藤田健は、静岡県浜松市出身のサッカー選手。1998年に、河村孝大らと共に岩田ユースから昇格。わずか数ヶ月で、進度変更のため退団。その後、ブラジルへ留学、元岩田の先輩である、鈴木進方の所属する浜松のフットサルクラブでの、プレーを経て、2000年オフに、甲府のセレクションに合格し、プロサッカー選手となった。当初は、 サイドバックなどでプレーしていたが、次第に倉抜き始めたケシラと共に、甲府の上位進出に貢献した。2002年から10番を着用。2010年のシーズンを最後に戦力外通告。2011年、リーガーインドネシアのトップリーグ、インドネシアスーパーリーグのスリウィジャや FC のテストに参加していたが、契約には至らなかった。2012年、 エストニアメスタリリーガの JK タリナカレフニカ入。その後同クラブを退団し、11月からコンサドーレ、札幌に練習参加するも契約には至らなかった。その後現役引退を発表、山梨県でサッカースクールの指導者として活動していたが、2020年より岐阜県社会人、サッカーリーグ一部の FC、大垣系で現役復帰。2021年からは、 東海社会人、サッカーリーグ2部の FC ボンボネラでプレー。その他の公式戦スリウイジャや FC、日本人を含む、セレクションに選手と契約を結ばず、札幌、元甲府藤田、福岡尾が、練習参加フォルトゥナサッカークラブ FC バンボーネラ、選手 FC バンボーネラ、FC バンボーネラ、2021年5月21日、閲覧、ありがとうございます。